はい、しおみんでございます。今また高槻の駅に来ております。朝のね、今日ね、8月の23日ですね、朝の4時50分ですね、はい、4時58分のね、電車に乗ってね、東方面に移動したいと思います。名古屋越えてですね、東京越えてですね、どこまで行けるのかっていうのをですね、今日検証していこうと思っております。とりあえず始め、この時間からですね、京都方面に向かいたいと思っております。はい、果たして篠宮はどこまで行けるんでしょうか。それでは行ってまいります。シュイー、4時58分発っていうのはあれみたいですね、高槻始発みたいですね、京都行き。ちょっとだけ得した気分ですね。ここで、はい、とりあえず乗っていきましょう。はい、
つばがいいような昼食でございました。じゃあですね、ぼっちぼっちですね、先急ぎたいと思います。それでは、すいません、まずに到着しました列車は三つゆきです。白い産業は東洋で見放しております。ということでですね、東京ですね、素通りしていきます。今上野です。パラナイトロレリーデモに行きます。4時5分ご乗車ありがとうございました。まもなく終点は千代田千代田です。1番線に到着いたします。折口が行われます。この列車は次の終点、千代駅に到着いたしますと、車庫からの報告。Yeah, I'm on the-
高齢者からのお客様の乗り換えを待ちまして発車いたします。ご利用ください。ご乗車ありがとうございました。終点の原町に到着です。列車は終わったものを待たれます。石越っていうところまでは行けるんですけど、そこまで行っちゃうとですね、宿がなさそうなんですよね。はい、ということで、今回の旅は仙台で終了したいと思います。はい、実際行けるのはその石越ぐらいまでは大阪からは行けそうかなと思います。それではまた違う動画でもお会いしましょう。しおみんでした。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは。